あの人の現在。Nobody knows。 メンバーの現在が明らかに。心躍るなど数多くのヒットナンバーを出したヒップホップグループ Nobody knows。 前代未聞の所属事務所なしで紅白出場も果たすなど人気グループです。現在どうされているのでしょうか。また気になるメンバーの情報についても調べてみました。メンバーのその後、現メンバー DJ ミツ、本名山本光弘、 Nobody knows のオリジナルメンバーでありリーダーをしている。さまざまなアーティストへ楽曲の編曲やプロデュースをしている。また別名義で海外を中心にアナログレコードを継続的にリリースしている。政治に関心があり、政治的な発言や名古屋市の若い音楽家を支援する事業の発案サポーターもしている。クリスタルボーイ、本名加藤正道、ノーバディノーズのオリジナルメンバー。2010年からソロ活動もしている。デジタルソング「夜は短し踊れよ男子」や「夜の蝶」などを発表している。2018年からセレクトショップ BPM のオーナーも務めている。現在休止している模様。ヒドゥンフィッシュ、本名坂梨弘樹、2012年に加入し、当時の名前は万賀次郎だった。そこから何度か改名し、現在の名前はホクロマンハンライス。愛知県にあるホルモン酒場チカラのオーナーをしている。安一番、本名鈴木康幸、2004年に加入し、2009年からノーバディーノーズとソロ活動をしている。愛知県にある居酒屋若林オーナーでもある。ノリダファンキーシビレサス、メンバー最年少であるダミ声の持ち主。2010年5月からプロレスラーとしてデビューしていたが、2018年にプロレスラーを引退。現在は愛知県にあるタスクファーム農場長を務めている。またジャパンラグビートップリーグのスタジアム MC も務めている。別名義ロイヤル岡村としても活動中。元メンバージートン後藤和之、2007年に自主脱退。その後ソロ活動に転身するも目立った活動なし。現在は子供とニューヨークに在住している。現在の姿。数々のヒット曲を生み出した Nobody knows。 2009年以降目立った活動はありませんが、現在もライブを開催。2020年もライブを開催予定のようでしたが、新型コロナウイルスの影響もありどうなるのか気になるところですね。次にメンバーそれぞれの現在の姿についても見ていきましょう。 DJ ミツ、帽子の男性。クリスタルボーイ、ノリダファンキーシビレサス、ヤス一番、ホクロマンハンライス。音楽活動の傍ら、それぞれが飲食店のオーナーや農場などをされていましたね。ライブでは見ることのできない一面を見られるので、ファンとしては嬉しい限りですね。